5月25日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ、日本放送、飯田耕司の OK、コーアップ。 朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。おはようございます。日本放送アナウンサーの真野一花です。日本放送飯田浩次の OK 工事アップ。この後と八時まで生放送です。えー、今日はねいいお天気だなという朝を迎えております。日本所屋上飲料系二十点六度,度湿度七十七パーセント。はい、いやー本当このお天気は今日明日ぐらいまで続くのかな。そうですね。今日明日と続く。 続いて週間予報を見ますと木曜日、傘マークなんですけれども今日はですねすごくいいお天気ではあるんですけどところどころにわか雨がお昼過ぎ以降ある見込みになっていますので空模様の変化には注意が必要ですねなるほど、うん、まあ昨日もねちょっと夕方、パラっと、ね、雨が降ったりなんかしましたけれども、ねはい、いやーでもあの晴れ間が出てくるとですね空を見上げるのも非常に気持ちいいなという感じなんですがあの私、住んでますのがあの東京の品川区。 ととか,、えー大田区とかまあ、あの辺の辺海沿いなんですよ、まあはい、そうするとですね、うんまあ、だい大体い羽田空港に降りていく飛行機があの特にお昼3時過ぎからは、えー、上空をこう通過していくとでそれをですねおおっと眺めながらですねであのフライトレーダー24っていうまああのー 飛んでる飛行機がどういうものかっていうのがです、ねまあ、飛行機のアイコンでこうすぐ分かるってやつがあるんで、うん、まあそれを見ながらおこれはこの飛行機でここから来たのかそうかわざわざあの福岡からはるばる来たかとかね <laughs> 沖縄から来たかお疲れさんなんて言いながらですねぼーっとこう見てる最近はあのコロナの影響もあってですねその飛行機が小さな飛行機で飛んでるので、うん、ああと思いながらこう見ていたんですけれどもこうその、ね、フライトレーダーってやつを見てると日本列島がこう地図で出てて、はい、でそこにあのちっちゃな、ね、あの黄色い飛行機の アイコンみたいのがいろんなうじゃうじゃうじゃなってあるわけですよ。でこうそれをこう 見ていくとあのどっからどこ行きみたいなのがこう分かったりなんかするんですがそうするともちろん、ね、あの日本の空港同士を結んでいる便というのがまあ今、特に多いわけですが、はい、まあ中には国際線も飛んでいてだか、うん、ら、半田空港でもです、ね、ああ、そうかこれはシカゴから来たかすげえなーなんて思いながら見てたりもするんですが、まあ、そうすると、ね、こうポチッポチッポチッと押していくと中にはあの日本の上空をただただ通過していくだけの飛行機っていうのも結構あってですね。 辺りのり上空だと韓国に行行く飛飛機が結構あのの辺飛んでんのよねんそのまままっすぐ西に向かって飛んでいくとソウルに向かうみたいな感じでインチョン空港行きあとかが、あのー、アメリカの西海岸からみたいのがいっぱい飛んでたりなんかするんですがまあとさようにですね、あのー、空っていうのはそう制限がないので基本的に目的地に向かってまっすぐ飛ぶわけです。はい、でまっすぐ飛ぶと他の国も通っていくんですけれども、えー、そこはですねあの国際民間航空条約というものが これによってです、ねまあ、あの上空を公務外で飛ぶ分にはっていうのが問題ないよというのが、えー、国際的な理解としてあるんですけれどもいや昨日衝撃的なニュースがあの航空ファンにとってもです、ねえー、飛び込んできましてあのヨーロッパというか、まあ、これロシアに非常に近いんですけれども東欧のベラルーシという国。 がありますでここはあのーねえー、ここのところ、あのー、市民たちのデモが非常に、えー、活発に行われているというところでというのはルカシェンコという大統領が、えー、かなり独裁を引いていてそして、えー、このところは非常に苛烈にそれがなってきているということがあ言われておりましたで、あのー、このベラルーシという国があってでその北側にリトアニアという国があります。これはあのー、エストトトトニニアラトビアリトアニアラビリってねバルト 国なんて呼ばれて、はい、それこそ昔はですねあの旧ソ連崩壊の時にまずここの3か国から、えー、民主化始まったみたいなところで教科書にも今載っているところですけれどもあの南に向かうとアテネがあるんですよギリシャがあるんですよ、はい、でギリシャからこのリトアニアに向かって飛ぶ飛行機が、えー、南から行くとですねブルガリアウクライナを通ってベラルーシも通ってからリトアニアに至ると真っ北に飛んでいくんですけれども、うん、でそのベラルーシを飛んでいって でいよいよリトアニアに至るという直前に爆弾が仕掛けられているぞというふうに連絡を受けてでじゃあ、ちょっとあのどっか空港降りますって言ったらじゃあ、うちのとこの空港に降りろって言ってですね、えー、戦闘機とともにミンスクという空港に降ろされたとでそこであの反体制の活動家の人が乗っていたんですけれどもあのこの人を拘束をしたと。 いうことが起こりましたこれね問題はリトアニアもそして、えー、スタートをする、えー ギリシャも EU の加盟国でこれ、加盟国同士でですねあの目的地にの空港にはえどういう人が乗ってるぞというデータは入るんですけれども第三国にはそういうデータが入らないのでこの人が乗ってるっていうのを確認をですねあの空港でした上でえで、ー、狙い撃ちにしたっていうですねこれ、全体未聞の話でこんなことが曲がり通っちゃいけないと、えー、日本もさすがにですね外務省の報道官声明と、えー、報道官談話というところで、えー、これについてですね、あのーまあえー、極めて遺憾というもの 出しているんですけれども他の国はもっともっと激烈に抗議をしているとこれあのこんなことが許されたらですねそれこそあの日本の周りにはですね えーえーまあ、ある意味のこう強権主義的な国家というのはいっぱいあるんですけれども、まあ、そこに対して日本には言論の自由がありますからさまざま批判もしているしそして、うんえー、そこでのこう人権弾圧について、えー、救済の活動をしている人たちだってたくさんいるとで、えー、一方でわ、えーまああのー、が国の隣にある広大な国があるわけですけれども、えー、そこの上空を通過してです、ね、東南アジアだとかに行く飛行機というのはたくさんあるわけですよ。同じこここととととががもしし起っったらどうなるるんだって我がこととして我考えると これは感化できないニュースだろうと遺憾で済ましていいのかということも含めてですね、えー、非常にあの航空好き飛行機が愛する人間としてはええー、というようなニュースが入ってきたので、えー、それを喋ろうとしたら BGM が終わってししままいましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。 えー、先ほどの,あのベラルーシの民間航空機の強制着陸ですがあの外務報道官談話の中には、えー、特定の乗客を当局が恣意的に拘束することは不当であって、えー、日本政府として強く非難しますという一文もありましたね、大変失礼しました、えー、強く非難するというふうに日本の外務省報道官談話としてきちっと正式に出しているというのはこれは評価していいんじゃないかと、えー、いうことも合わせて言い添えておきたいと思います。さあ,あご意見おお待ちしております今朝のコメンテーターータはジャーナリスト有本川 さんです。6時半過ぎのコーナーでは入管法の改正案について今国会成立断念というニュースを解説いただきます、えー、そして7時台、えー、緊急事態宣言が6月20日まで延長で調整というニュースそれから、えー 加藤官房長官日米韓3か国連携を強調という,うこれはあの米韓の首脳会談を受けてという話そして、えー、防衛白書素案台湾の安定明記というニュース、えー、重要土地利用規制法案衆議院で、えー、審議入りしました、えー、それから7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは自衛隊の大規模接種センタースタートーこのあたりについては、えー、参議院議員の佐藤正久さんにもお電話をつないでお話を伺っていこうと思っております。 ここが気になるのコーナーですスタジオ長官隠し入ってまいりました、えー、新型コロナワクチン国の大規模接種は昨日開始となりましたまあこれについてはちょうど、ね、7時40分過ぎのーコーナーで、えー、参議院議員の佐藤正久さんもお電話をつないで、えー、自衛隊のまあ動き等々も含めて、えー、いろいろお話を伺おうと思っておりますが、えー、読売一面はそれに絡んでコロナワクチン接種加速へ自治体支援、えー、打ち手増員救急救命士 という記事を載せております、えー、それから産経もですね、えー、こちら、えー、救命士検査技師を投入打ち手不足薬剤師も検討というニュースを報じております、あのー、このね、えー、大規模接種会場についてっていうのもいろいろとこう報道が出ておりますけれどもなんかあのお医者さんは問診に専念をして実際に打つのは看護師さんだとかにいいお願いをしているという、まあ、それによってスムーズに流れるようにと。 まあ一番こう時間かかりそうなのは問診のところだからそこにお医者さんを大量に投入しているというような話が出てきております朝日新聞はそのものぞわり大規模接種始まるという一面トップそれから、えー、毎日はですねまあ、このコロナに絡んで水際対策ですが入国待機違反確認ミス厚労省連絡先誤るとお巡視者に対して警告を出しちゃったみたいな、えー、ことが出てきておりますまあここまでザルなのかっていうようなね、えー、ことも まあ,あるんですけれども、もうすでに水際対策が叫ばれてから1年以上が経過しているというところでもあります。 えー、それからちょっとね気になる記事でご紹介したいのがこれ読売新聞のですねまあ、かなり中の方の記事なんですがあの少子高齢化についてですね、えー、書いている記事暮らし欄、えー、17面なんですけれども、えー、ここでですね、えー、日本総研の上席主任研究員の、えー、藤波卓さんという方のインタビューが載っております、えー、今を語るという特集記事で少子化対策について、えー、見出しにこうあります雇用賃金が基盤、えー、若い世代の経済環境を 改善をとまあ、少子高齢化というと。 まあね、えー、まあ婚姻数が減少しているから、なんかあの行政でマッチ婚みたいなものをやってでそこでこうマッチングしたらどうだとかですね、えいろんなことが出てきますけれども、えー、何よりも経済環境を改善すべきなんじゃないかと、えー、締めのところでこう語っていらっしゃいますね。えー、経済が成長しない中で生まれ育った今の若い世代は未来に悲観しています。厳しい社会で生き生きていかなければならない若い世代の経済環境を改善し、生活を安定させること。 としして必要ななのではないではいょうかと、まあ、まずはこの基盤すらも整っていないというのが今の現状なんであるとまあ、これまさにおっしゃる通りでだからあの最近の若いもんは夢がなくってとかね、えー、いうことをよく言われたりなんかしますがいや夢なんか持てる環境じゃねえだろうと。 おこれだけ先行きが不安定な、えー、あ不安しかないという中で,であの心配なのはです、ね、今、あのーこう、雇用に関してもいろんな統計出てきますけれども正社員の有効求人倍率というのを見るともう1を割ってきて0.85ぐらいまで来ているとで特にあの新卒でこれ正社員で入れないと、えー、その後、まあ、第二新卒の機会も逃したりなんかすると非正規が続くっていうのが、えー、就職氷河期であるとかのこれ大きな反省。 というかまあ、日本の労働慣行としてまだまだその正社員偏重というところが多いからこそ起こっている問題なんですが、えー、目下現状としてですねこれ大学の先生なんかにあのちょっと地方で教えている先生に話聞いたりなんかもするといやこれ異常なことになってますよと、えー、去年一昨年までだったら、まあ、あのこの時期でもポツポツ内定内,内定が出てきたりなんかするんですが全、ま、っ 全くゼロなんですどこも利かないんですという話を聞いてああ結構深刻なこともこれなってきてるぞっていうのがもうひたひたとそれがね、えー、近づいてきてるような気がしてまあその辺のこう経済支援だとかあるいはあの新規の雇用に関してピンポイントの支援とかっていうのを打つためにもまあ補正予算とかも場合によってはこれを組まなきゃなんないんじゃないかというあたりも含めてですねこれ政府の中で仕事が。 できたんじゃないのか内閣さんよ高橋さんというのは私非常に思うところで昨日のニュースでですねまあ明日高橋一さん登場いただきますのでまあその辺も含めてまお話しいただけるのかな、えー、ちょっと聞いてみたいところでもあるところであります、えー、ここが気になるでした。 ここが気になるプラスのコーナーこの時間からコメンテーターの方々にご出演いただきます、えー、今朝はジャーナリスト有本香里さんですおはようございますおはようございますよろしくお願いしますまずは入管法改正案今の国会での成立断念というニュースを取り上げます、はい、今月十八日に、えー、断念とこういう方針が決まったようですね そうですねまあ私はちょっとこれ怒り心頭なんですけどね、ええええ、なんでやらないんだと、ええ、まあそれはねいろいろ理由はあると思いますよそのかなりね、えーまあ、特に朝日新聞とか毎日新聞とか、はいえー、東京新聞とか、うん、そういったちょっと左派系のですねメディアにだいぶこうキャンペーンを貼られていた。はい 特に朝日はですね私が調べたところでは、うん、この法案が閣議決定されて国会に出るぞと言ったのが2月の19日なんですけどそこからの約3か月の間に60本以上の記事を書いてるんです、ねはい、怒涛のように記事を書いていて、うん、でさらにその3月に亡くなったスリランカ人の女性の件ですね。まあここで勢いいがついて、うんうん SNS なんかでもどんどんこう野党を中心にキャンペーンが貼られた、はい、でこ,この、まあ、要するにここで煽られている世論というものに及、うん、び腰になってしまって、はい、でこれをまた 強行採決だとかって言われるような状態でね採決してしまうと選挙に差し障るということでやめたとかですね、はい、あるいはあの今国会では少年法の改正というのもあるわけですよね法務、はい、省の案件としては、えー、ですからまあそっちはなんとか通したいということで優先順位が下がっちゃったっていうことのようなんですけど,どこれそんな簡単な話じゃなくてですね、うん まあ、あのこれを例えばじゃあ次の国会で出せるのかとかですねいろいろありますけれど、はい、まあ非常に簡単に言うと今の,その入管難民法だとですね、はい、例えば日本において、えー、懲役刑、えー、実刑ですね、うん、この判決が出ている人例えば3年7年、うん、まあ7年ぐらいだと殺人という可能性もありますけど、はい、まあそういう人でも、うん、この人がその難民申請をしてると。はい 一律みんんななが停止になっちゃうんですよんですから殺人犯だろうがテロリストだろうが、はい、日本国政府に対して難民認定の申請を出していれば、うん、誰も彼も一律 その相関あの強制相関が停止になってしまうんですね、はい、つまり日本国内にいるっていうことなんですよ。国外退去させられない国外退去させられないそれからもう一つその問題になってるのは、はい、まあ基本的にその退去を拒んでいる人というのは入管の収,、えー、まあ収容施設 にいいるとと、はい、うことなんですけど、ええ、そもそも入管の収容施設っていうのは、まあ、帰るまでの間23週間いてくださいねっていう場所にすぎないここにもうどんどん溜まっちゃってその何ヶ月もいるという人が出てきている、はい、この,その本来そんな長くいるはずの場所じゃないところに何ヶ月もいるというねこのこと自体が非常に問題なんだけど俗に人権派と言われる人たちはその長期収容の間に。 人権が侵害されてるんじゃないかと、はい、この人たちのね、えーえー、で外国人といえども同じ人間じゃないかというふうな論法で来るわけだけど、うん、外国人人ももちろんん同じ人間なんですよね、はい、しかし、うん、オーバーステイをそもそも例えばしてるとすると、うん、それは不法滞在ですからね、うん、日本の方に触れてるわけなんです。うんはい で強制退去ということを命じられるということはやはり日本として滞在駐留しあの、まあ、ここに、ねえー、在留してもらうのにふさわしくないというふうに認定したわけじゃないですかその人たちの、まあ、人権もちろん全く人間ですから基本的人権がないとは言いませんけれどもそれをあまりにも強調しすぎるとね真面目にルールを守って滞在している在留外国人や。はい ああそれから状況によってはそのさっき言いましたようにテロリストでも難民認定されれば、うん、日本に踏みとどまれるわけですそうすると日本人の安全はどうなるのということにもなりますね、うん、ですからこの法律はそもそも非常に大きな穴があるので、はい、一刻も早く、はい、改正すべきだった、うん、塞ぐための法律だったはずなのに今日の「ほこが気になるプラス」まずは入管難民法改正案についてでありました。 ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩次の OK コージーアップではお聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見をお待ちしていますコロナ禍で感じていること困っていることそれぞれのお立場お仕事でご家族のこともぜひメールツイッターでお寄せくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ 日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています市議題もコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト有本香里さんですでは市議最初のニュースはこちらです緊急事態宣言6月20日まで延長で調整へ 政府は新型コロナウイルス対策として東京や大阪など9つの都道府県に発出している緊急事態宣言について今月末までの期限を延長する方向で調整に入りました今月23日に追加された沖縄に揃えて6月20日までとする案が有力となっております えー、これね、うん、あの、昨日、まあ、今週頭、あ、昨日、一昨日あたりから、こういった報道が出始めます、はい。そうですね。うんえー、なんか、こうやってリークで空気作ってっていうのが、ずっと続いてますね。本当、まあ、それ、良くないですよね。で、あまたかっていうか、諦めが、はい、巷に漂うでしょ。えー、これ、その六月二十日までとする案というのが、はい、沖縄に揃える。 でその根拠何、うんうん、って話ですまあ前々からこの根拠がないということを我々もずっと批判してきたわけですけれどもね。はい 沖縄に揃えるとかって、ほとんど意味ないでしょう。うんまあね、一都三県みたいに、経済的にも密接のつながりがあって、人の流れも多いと、うんそうそう。人の、ね、流れが多いなら分かりますけれどもね、沖縄の場合はまあ島ですから、はい、沖縄との行き来っていうものについて、いろんな、まあ、あの調整が必要かもしれませんけれども、はい、沖縄に揃えるっていう意味は全く分からないですね。だからこれほどまででにねその科学性みたたいなものを無視したやり方で それで国民にだけ自粛を強いるしかもその、まあ、もちろんその医療がです、ね、非常に逼迫しているというのは有識状態だけれども、うん、もう大体、世の中にバレてきたのはつまり、これはその民間病院に、まあ、このコロナの、ねえー、病床をもっと受けてくれということを政府が言えないという状況があるわけじゃないですか。もちろん、それは民間病院の方は営業上のことありますからねやっぱりコロナの患者を受け入れるというのは大変なことになるわけだけれども。でもその じゃあ今まで1年間何やってたんですかとかあるいはその予算あるよねとかね予備費はもうとっくに積まれてるわけだから<ー>でその辺りを結構言ってた高橋三葉がおやめになるとかね、はい、で、まあ、高橋さんの発言も、まあ、ここで取り上げるのは適当かどうか分かりませんけれどもね、まあ、多少ちょっとふざけた感じに聞こえたかもしれないけど確かに他国のねこのグラフの線と比べれば、うん、さざ波でしょと。はい そんなななももの文脈読めば誰ででかかる話なわけじゃないですか、えー、それをギャンギャン言ってる暇があったらばなんでその1年間ずっと棚ざらしにさ,げされてきた、まあ、課題をね一、うん、つも解決しない、はい、そしてその、うん、まあ言ってみればこの第4波とかいうのも、はい、結局変異株が怖いとか言ってますけれどもほとんど寄国要するにあの 他国から入ってくる人の流入を止めてないわけでしょ。事実上、はいえー、もう満単位で入ってきてるわけじゃないですか。1ヶ月ね、えー、で。しかもその入国した後も隔離をきちんとやってませんよね。他の国みたいにね。うん、そしたら広がりますよね。うん、で、そうやってじゃんじゃん。入れ放題にしておいて、<と>国民にはもう自粛しろ。自粛しろって。こんな惑星に合わないことはないと思いますけど。うん でまあ、核を切り札としているのは当然、ワクチンなんですが<え>ここの広がりについても、はい、まあようやく大規模接種始まりましたけれども最後は自衛隊頼みって話ですよね。 まあそこにやっぱり自衛隊の,このユニフォーム着た人たちがいるっていう光景はこの都心のど真ん中に見ることないじゃないですか。これはやっぱり本当緊急事態なんだなそ,それこそそういう意味でね。えー、という気になりましたけどでもその話戻すと、うん、要するにさっきも言ったようにこのワクチン接種もね、はい、その民間の医療 機関をですね、うん、もっと違う形でその活用することができれば、はい、果たして自衛隊を投入しなきゃいけない問題だっうん、うん ことだだっったんろうかてありますよね現場のお医者さんからメールやツイッターでいただいたんですけれどもいや、井田さんね、これ、うつの広がんないの当然で平日、お昼しか空いてないんですよと大規模接種を自治体でやろうとしてもこれ、土日とかでやってくれれば俺、行くぞっていう医者はいっぱいいるんですよとんでやんないんですかねっていうメールが来たりなんかいや、そうですよねだからちょっといちいちずれてておかしいなと。いやてなんかこうう平のそす 平時の感覚ですよねだからその緊急事態的な、ね、雰囲気をこう、まあ、自衛隊投入するみたいなので出しつつも、えー、でも実際のところはものすごく平時感覚でやってるとそれとこのワクチンも新たにあの、えー、とジョンソン・エンド・ジョンソンのワクチンが承認されるかどうかと,ということになってるわけですけど、はい、っすやっぱ国,国産のワクチンも待たれますよね,れね本当ですよね。 おはようニュースネットワーク取り上げるニュースはこちらです加藤官房長官が日米韓の3カ国の連携を強調加藤官房長官は昨日の記者会見で米韓首脳会談を受け北朝鮮への対応をはじめ地域の安定のために引き続き日米韓で連携したい3カ国の協力はインド太平洋地域の平和安定および繁栄にとって不可欠だと強調しました えー、なお、この日米韓三か国の首脳会談については具体的になんら決まっていることはないと述べたとということです、うん、まあ一部報道だと、ね、G7 に合わせてやるんじゃないかみたいなことれてま、日本の官房長官が日米韓三か国の連携を強調すると、はいおまあ、言わざるを得ないのはやっぱり中国ですよね。はい、で韓国はどっちに 来るのとつまり今の状況だと韓国が穴になりかねませんからね対中国という意味に関して言うならばねでそのまあそうは言うものの日韓関係っていうのはもう私はほとんどその改善っていうことをもう希望する必要がないと思ってるんですよ。というのはあのは、まああま 陛下にですね信任状を、はい、まあ差し出すというのがようやく4か月ぶりですか昨日、ええええ、ねされたようですけれどもね、はい、まあ日本国民である程度この種の事情に詳しい人だったら誰しもがこれ4か月遅れようが14か月遅れようがやるべきじゃなかっただろうっていうふうに思ってると思いますよ。でででもおそらくですね、まあ、今のこのこ地域情勢やなんか全てえ含んかて含だ上で、はい、まあ陛下が えー、そういうご自身のですねあの務めを果たされたということについてもうな事態だと思いますねこれだから韓国というのはもう今や日本の安全保障にとっても非常にその、まあ、マイナス要因になりかねない何て言うかなしかし連携は組まなきゃいけない相手であると同時に、はい、やっぱり日本に対してこの数年やってきたことっていうのは普通だ だったらもうちょっととでできないことですよね,うん、まあ、あのね日本の航空機に対してのレーダー照射があったりだとか、はい、あるいは艦艇、えーねえー、の自衛官機を掲げての入港を拒否したりとかつまりこの、ね、こ今回の,その問題の新しい大使が言っているように、はいまあ、彼はその日本のことを、ね、こう敵対的な相手だというふうに言っているんだけれども。 敵対的行為を繰り返してるのは韓国側なんですよねうそだからそういう意味で非常に日本にとってはもうまあ国民レベルも含めて関係改善なんてことをなかなか望む相手ではないけれど、うん、しかし地域の,その平和と安定ということを考えると、はい、まあ韓国が穴になってもらっちゃ困るわけなのでだから今回の,その米韓首脳会談では、はい、まあ日本側としてはですね えー、分かってんだろうねというふうにアメリカに釘を刺してもらえればそれでよしということでそれ以上のことは全く期待もしてなかったというふうに。 私もこので、この,後のニュースに出てくると思うんですけどね、はい、やっぱりまあ一方、台湾のまあ安定、<ー>あるいはその台湾の有事というのは日本の問題だぐらいに重要なんだということを、まあ、ここにきてあの岸防衛大臣も明言されてますからね、はい、メディアのインタビューで、うーんそういう意味では、やっぱり本当にこの地域の中での連携というのは大事になってくるんだなと。<ー>でその理由はですね、うん まあ私は大きく2つあると思ってるんですけど中国はあの、まあ、習近平国家主席が自分の任期のっていうものも一応あるから任期、うんええ、中に台湾の有事あるいはその尖閣を取りに来るんじゃないかとか、まあ、そういうことが言われている、うんはい、と同時にアメリカなんですけれどもね、うんうん アメリカってもう間もなくコロナでの死者が60万人に達しようとしてますね。でもちろんこれはその直接コロナだけが死因だった人じゃない人も含まれてるとは言うものの、はい、これはあの第二次世界大戦で40万人ぐらい亡くなってるんですよね、はい、アメリカ人が。はい、それを上回る数ですからね。うんつまり許さないですよ中国をうんでここへ来て、うん、あのウォール・ストリート・ジャーナルがはい、はい、そう。 メインメディアがね、はい、要するに武漢の研究所からウイルスがやっぱり流出したんじゃないかその3人の発症してた人がいると、ええはい、武漢のウイ,ウイルス研究所で触ってた人たちがねんかあの体調不良を起こしたしかもそれが2019年の11月の出来事だったと、うん、ですちょうどですからこのね武漢肺炎のことが噂され始めたのが11月の終わりぐらいですからね。合すすするるんででよねねずっとと言われていいたあの、まあ、ネット上とかあ、ね、はい 結構そのマニアックなメディアで言われていたことがあやっぱり本当だったんだなという感じになってきているしそれからその一方ではまあ私もねこれあんまり自分から口にしたことはないんですけれどもそのウイルス兵器説というようなことも結構濃厚に語られるようになってきた。そうするとね、うん その経済的打撃、まあ、アメリカは今はね結構また景気がちょっと熱くなってるけれども、ねえー、経済的なダメージそれからさっき言ったように60万人の死者を出してると、うん、これをね中国に代償払わせなないいってことはないはずですよだからそれがいきなりねその紛争に発展するってこともないかもしれないけど、はい、まあ何らかの形でね報復していくという流れに向かっていくから。 緊張世界で最も緊張するエリアに、はい、この東アジアがなっていくとということなんですねうん、まあ、それを受けてが、うん、ああまさにこの2番目のニュースこちらです <laughs>、はい、防衛白書の素案に台湾の安定を明記。 防衛省は昨日2021年版の防衛白書の素案を自民党国防部会などの合同会議に示しました中国が台湾周辺での軍事活動を活発化しアメリカも台湾を軍事的に支援する姿勢を示していることを踏まえ台湾情勢の安定は我が国の安全保障や国際社会の安定にとって重要と初めて明記しました7月中に閣議,決定閣議で報告される見通しです ということで、うんまあ、まさにその危機感というものですよね。で、今、たまさかですね、えーでまあ、防衛大臣の岸さんが、えーえー、あ自民党の中でも、まあ、今の現役議員としては、最も台湾と関係の深い人でしょう。た、はいえー、だ、そういう防衛大臣なので、台湾側ともいろんな、ねえー、意思疎通はしやすいということはあると思います。はい、それと あのこのね新しいまあ防衛白書のポイントの一つに、えー、まあ先ほど私申し上げたようにやっぱり中国がね非常に本当の懸案になってきてるから、えー、米中関係という項目を新しく設けると、はい、やっぱりこれから先本当にアメリカと中国の緊張関係っていうのはもうどんどん高まっていくしそれからそのかつてのようにもうすぐに紛争という形よりも経済で どういうふうにやり合っていくのか、はい、あるいはそのサイバーとかですね、えー、新しい領域におけるこの米中の大きな対立っていうんですかね、うん、それはしばらく続きますよね。うん、そういう中に私たちは生きてるっていうことを考えなきゃいけないことともう一つはですね私非常に気になるのはさっき飯田さんと話してたように、はい、今大規模ワクチンセンターに自衛隊が動員されてるじゃないですかです、ね、まあもちろんそれは全てじゃないんだけど、はいえー、日本はオリンピックやるでしょ。うん で先週ですけどもねあるちょっとそのイスラエルの関係者からね、はい、ところで日本はその、まあ、コロナもあるし、えー、いろいろまあワクチンの接種ももちろんイスラエルと比べれば遅れてるってことなんだけれどもうん、うん、いろいろ大変だと聞いてるんだけれども東京オリンピックのテロ対策大丈夫だよねと。 国内でのテロっていうのは基本的には警察がまず第一義的にはそ,うです、ね、それこそ尖閣と同じで最初は海上保安庁みたいなのと同じでまずはその警察なんですけど、はい、でもその特殊な形でのテロということになった場合はやっぱり自衛隊ですよそういうことも含めた、はい、それこそ平時でない対応というのができるようなことに、えーえーえー なってんだろうかそういうシミュレーションしてるんだろうかとふとねあの大手町の大規模接種センターの前を通りながら。 ちょっと不安になりましたよね。うん。確かに、まああのね、自衛隊も含めて何か展開するとか、そういえばロンドンオリンピックの時って、あの近くのまあ大きな公園にパック3、はいはい、イギリス軍の置いたりしました置いたりしました。そうそうなんですよ。だから何があるかわからない。まあイギリスの場合はね、島国って言ってもほら大陸と日本よりも近いから、ああいろんなことを想定してなん。 ですけど、それぐらいのことまで想定してたわけでしょ。うん、でね、イスラエルのその私話したのはまさに、えー、カウンターテロリズムの専門家、はい、陸軍の出身でね。でその人はそういうふうに言って心配してて、えー、なんでそういうことを言うかというとですね、えー、まあ彼らにとってみればミュンヘンオリンピックの嫌な思い出があるわけですよ。当事者でした。当事者でし、はい、襲われた側でした。ターゲットにされたわけですね。まあだからそういうこともあって東京大丈夫なんだよねと。 いうようなことを言われてですねうんまあ本当にねあっちでもこっちでももう自衛隊の皆さんに本当いろ、ねえー、んなことをお願いするしかない状況でそれでいていまだにね憲法でもこんな状態だっていうのは本当にきついですね、うん、続いて教えてニュースキーワードです重要土地利用規制法案 安全保障上の重要施設周辺や国境離島の土地利用を国が調査規制する重要土地利用規制法案は21日衆議院内閣委員会で実質審議入りしました政府は重要施設として想定される防衛関係施設は500か所以上だと明らかにし機材の搬入搬出を妨害する行為を一定期間行った場合罰則の対象になりうると説明しました えーまあ、あの施設機能を妨害する行為に対して中止勧告命令ができるという中止区域を設けるということでありますす当然ですよねまあまあね、はい、今までなかったんかっていうようないそうなんですよね、<laughs> 本当に、だからそれをね、はいえー、そんなことをしたら困る人たちがいるじゃないですかとかね、市民運動がどうのこうのとか、もう全然あさってのことを言い出す立憲民主党とか、本当に何考えてんだろうと思うんですけれども。 あのもうこれはですね、私は本当に、自分でも10年以上来、取り組んできてる問題なので、もうまだこんなこと言ってるのかと、本当にこれもまた怒り心頭なんですけれども、結局ね、だからあんまり国会審議とか見ないようにしてるんですよ、見るとちょっと血圧が上がりそうなんでね。 でね、その今申し上げたように要するにその安全保障上、重要な拠点ということは一つはその自衛隊、はい、あるいはその、まあ、米軍の基地もそうですよね、えー、それから警察関係、はいえー、それから海上保安庁ですねうでこういう中で、えー、先だって言われたのはですね、はい、その公明党が、えー、海上保安庁関連はちょっと外してくれないかと。 うん、いうふうに言って、ではい、政府もななんか弱っとなっっとちゃったわけですね、えー、ただ、それもですねはっきり修正されたというところまではまだ行ってないんだけど、でも結構限定しちゃってるわけなんですよ。うんはい あのー、例えばその沖縄の、ね、尖閣をその管轄する、まあ、第11管区海上保安本部とか石垣の海上保安部に限るとかですねななななんんでそんなことしなきゃいけないけの法律っていうのはまず原則論を決めて縛るものでしょ。う そこをやらないで個別になんかここはいいけどここはダメとかって言ったら別のところを利用されるに違いないっていうふうにどうして考えないんでしょうかね。うんこれはこのコロナの水際対策ででも一緒なんですよ、ね、はい、最初に、まあ、特にそのコロナの場合はちょっと緊急時の話だからということなんだけど、うん、でもこの重要土地利用規制もそうで、はい、そこだけは、ええ。 やっぱり触られたらね、うん、それこそ日本のいろんな緊急事態への対応がまずくなってしまうっていう場所なんだからまず原則としてここはその重要土地であってその売買も規制するあるいはそこへのいろんなその機材の搬入搬出への妨害も当然厳しく取り締まると、はい、いうことをまずすっきり決めましょうで何がいけないんでしょうね。う まあね、そうすると例えば大和隊だとか、うん、まあこれ日本海ですがはい、はい、あるいは根室のあたり北方、うん、領土にらんでとか海保が本当クリティカルに活動しているところっていいっぱいありますよ、はい、それからね、あのーまあ、例えば沖縄なんかだと、はい、その基地の周りというのがその、まあ、そ基地反対運動とかね <laughs> そういうものの,その活動の大変な現場になっているわけじゃないですか。はい でまさにこれはその機材搬入搬出妨害する行為を一定期間行うそんな人普通にいますいないでしょだから特定のね非常に普通ではちょっと考えられないような活動行動をする人たちそこにおもんぱかれって言ってるわけですよこの野党が、はい、あい特に立憲民主ですねすが、はい、であの求めている修正案というのはねだからそんな特殊なことをする人たち、はい なんでおもんぱかって法律をおゆるっとしなきゃいけないのかっていうのは全くわからないですねそして、この、まあ、規制内容の一つに中止特別中止区域の土地所有や賃貸では、うん、所有者の氏名や住所国籍などを調査と、うん、これも今まではできなかったんですか全くできなかったしそれから日本の要するに法律だと。うんはい まああのー、いろんな、ね、その土地の種類がありますけれども、はい、特にその山林なんかで言うと陶器をすぐさま変えると。 いうことをしない限り、はい、持ち主が変わること自体にも行政は何ら介入でできななかかったんんすね利用しようとすると、うん、ものすごいこう相続対象者がいっぱいいて、うんうん、大変なことになるみたいなところではな,ないですかとかあるいはその,、えー、っとその土地をですね、えー、売り買いするということに関して。うんうんうん 例えば農地だったらば一応農業委員会というところの目が入るんですけれども全然その入らないで勝手にボンボン売り買いされてでも気が付いてみたら隣に自衛隊の拠点ありましたっていうようなことがまあ頻発してるわけですよねはっきり言えば、はい。 だからそういうことを規制していこうよということを順番にやっていくこれだけどもそれになんだかんだって言って、はいっちゃもんつけてはあこの法律の効力を弱めるような働きをする人たちがいるんだけれどもまあこれはもう私はねあの長く自分も関わってるだけにもうこういうことに、はい、あのこんな形で反対をする人たちというのはねもう本当に日本にとって、えー、日本を守ることにね対して。 えー、まあイチャモンつけてるとイチャモンつけてるというかそれを邪魔する勢力というふうに考えて間違いないと思ってますね衆議院で審議入りということですね今後会できますかね本当にねどうでしょうねでもこれやらなかったらちょっとやっぱり菅政権もさすがになどうなのと思いますよ続いてここだけニューススクープアップですこの時間最後のニュースをスクープアップ,プ,アップ自衛隊の大規模接種センタースタート 東京と大阪で自衛隊が運営する大規模接種センターで昨日から新型コロナワクチンの接種が始まりました東京の会場では昨日1日で5000人が接種を予約していましたが目立ったトラブルはありませんでした来週からは1日あたり東京で1万人大阪は5000人まで接種の人数を増やします大規模接種8月下旬までの予定です さあこの時間は自民党外交部会長で参議院議員の佐藤正久さん、冷え野隊長と電話がつながっています。 佐藤さん、おはようございます。よ,ますよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずは、この大規模接種センター、始まりました。佐藤さん、どうお感じになりましたか。まずは、順調な滑り出しということなんでしょうけども。はい、まあ、これからの最低三ヶ月の長期戦ですので。気を緩めることなく、オペレーションを継続してもらいたいと思います。ただ、私自身、きっりの観点からは。はい、国家安全保障会議を開いて。ええ、今回の。自衛隊の運用を決めた方が良かったと思います。自衛隊の本来任務は。 日本の防衛警備ですまたこれから梅雨の時期なので、災害派遣もありますから、総理支持っていう形よりも、やっぱり国家意思として、もっと早めに国家安全保障会議を得た自衛隊の運用が 私は数字だったと思います。うん。まあ今回一月あたりから本当内内でかなり限られた人数で検討されていたなんていう報道がありましたけれども、まあその辺きちっとおしたまあ期間決定をすべきだったということですかね。私はそうだと思います。やはりこれだけの大規模のの自衛隊をワクチン接種という形で。 動かす本来任務じゃありませんから、と、はいうことは、本来の任務の方に影響が少なくは出るという以上は、国家安全保障鍵というものはありますから、はい、あのそういうものを減ると、やはりその穴埋めを国家全体でやろうという、他の省庁も動きやすくなりますから。はい、私は 国家安全保障会議が筋だったと思いますそれこそこのコロナ全体がまあ有事と考えれば、対応をそこに一本化ということも考えられるかと思いますが、その辺いかがですかまあそうなんですよね、今回は総理も自衛隊は最後の砦ですと、はい、この自衛隊が前面に立ってほしいと、これは総理の覚悟と危機感の表れだと思いますけれども、はい、まあ最後の砦という自衛隊が動かす以上は、やはり準有事と。うん 由来の発想で全部動かしてほしいというふうにも思いますで、今回やはり自衛隊が全面に出るとその姿を見ることで自治体の大規模接種、はい この携わの方々のやっぱり式の高用にもつまがるでしょうし、た今回の自衛隊の教訓を自治体の大規模接種の方にも流すということも大事でしょうから、今回、国とやっぱり地方、これ一体となってやらないと意味がなくて、実際、自衛隊がやるのは最大一時1.5万人分ですよね。そそううですね合わせてなると 150万回のたった1.5パーセントですから。冷静に考えるといかに自治体の大規模接種を支援するかっていうのがこれがメインストリームになりますから、うん、そこはねちょっとあ勘違いしない方がいいと思います。うん、さあスタジオには有本香里さんもいらっしゃいます。おはようございます。おはようございます。あの私も実は大手町の大規模接種センターの前を通りかかってですね。はい、まさに。 有事というか緊急事態なんだなというむしろその自衛隊の方々の姿がちょっと垣間見えてですね非常にそういうい印象を強くしましまた、はい、でその中でですねあの佐藤さん、今おっしゃったようにちょっと心配されるのは、まあ、もちろんその大規模接種センターに裂かれている人員というのはそれでも限られてはいますけれどもやはりこれからその災害の多いシーズンになることとそれから東京オリンピックも控えています。はい これは自衛隊にとっては相当な負担増ということになるっていう考えでいいわけですよね当然、あのもう災害が起きたときは、たぶんそちらが人命救助のほうが最優先ですから、えー、あの場合によってはその大規模接種センターの体制も縮小ということもありえると思いますし、ね、あのオリンピックの方は、えー、あは、自衛隊の医療関係者は、あの かなななり抑制されるととといいいう方向にならないと無理だと思います、えー、やはり全体がね、やっぱこういう順位を維し発想でいかないと、うん、例えば今回の予算と立ち上がりだけでも50億近くかかるんですよ、これはもっとかどんどんあのの上がっていきますけれども、えー、これ、防衛予算の枠内でやれってのこれまいうのは、そうですよね、あれ本当に変でしたね。 これはでもこのいずれあの予備費等含めてあの取る努力をわれわれも当然しますし、うんはい、隊員の手当ということもできますけれども、うん、今回はこれ、ちょっと変なのは、災害派遣じゃないんですよ千代田区のほあが施設を病院みたいに指定をして、それに巡回診療っていう形を取ってるんです、へ<ー>で自衛隊法17条でやってるので、結果的に予備自衛官が今、参加できないということなんです。 災害派遣じゃないので、普通の自衛隊の病院の運営なので、予備自衛官は参加できない、予備自衛官の医師、看護官とか、あるいは薬剤師の方からすると、なんで俺たちを使わなくて、民間の看護師を使うのと。派遣された看護師さんがやってるってことですよねそういう気持ちになるわけですよ。それはやっぱり準優位と考えたら、やっぱそういう使えるね。あの 隊員は使うべきで自衛官を使えば、彼らも参加したいと、うん、現役隊員の負担が減って、本来任務の方にも運用できますからね、はい、そういう順位有事的な発想っていうのは、やっぱり必要だと思うんですんあの実はこれは、ですね、まあ、このワクチンの大規模接種以前から、もうこの1年以上にわたって、佐藤さんに何回も聞いてきたと思うんですけれども、水際対策、しっかり。 えー、もうすべてにおいてなんですが、どうしてここまでその有事というモードにならないんでしょうか。その根源的な理由は何ですか。あの,あの、そこはね、いろいろやっぱりっぱこれまでの、やっぱ霞が関含めた。この日本政府の、やっぱり平和モードから有事モードの切り替えってやっぱできない。うん、これがね、あの、本当に。 の簡単なようで、全然簡単ではなくて、うん、例えば今回、水際対策を取ってもね、えー、あのフォローアップセンター、14日間の自主隔離、これはフォローアップセンターがしっかりメールでを確認もするし、うん、位置情報確認アプリでもやるし、うん、ビデオ通話でもやるし、うん、あるいは警備員を派遣して確認しますと、はい、2>, これ2月のころから方向性が出て、3月下旬にはやりますって明言していたんですよ、うん、ところがふた開けてみたら、4月はほとんどやってなかったと。ほう でこの前の部会でも、メールで確認できない人が22%、位置情報確認アプリでも3割の人が点取れないと。 警備員の人が行こうと思ってもそれも人数もたとた一日に二十件、それもさ四月三十日から始めましたと。でも集合住宅に行ったら中に入りませんでしたと。意味ないわけで。意味ない。いやだいたい見回りなんて基本不可能ですよ。だったら入れないことだと思いますけどね。入国させないことだと思いますけど。どうしてあんなに入国させらるんでしょうか。日本人はなかなかね憲法の関係で難しいんですけども。再入国の含めた外国人の方っていうのはもっとハードルを上げた方がいいと思います。そう思いますね。当然今インド株はアジア全もうん。 全般に広まってますから、はいはい、日本もあるように。えー、ということは、インギスカブと同じように、うん、インド周辺6か国だけをこう止めても、うん、もうタイとかベトナムとか広がってますからね、はい、同じようにインギスカブと同じように周辺国からまだ日本のほうに入ってくると、うん、例えばベトナムとかタイの場合は、うん、空港では抗原定量検査だけで、うん、れ仮に陰性であれば14日間、 でそのチェックも十分できていないとなると、また市中感染が広がるという可能性もありますから、またその同じの失敗の繰り返し、このあたりは厚生労働省がやっぱり鍵なんですよ、本当にいくら言っても、なかなか動きが遅くて、はいうん、まさに蓄次戦闘加入、小田時間満載じゃないですか<ー>一番悪いですね、それは。ねえー あのインド株もです、ね、インド周辺諸国からの,その入国を、まあ、事実上停止するというのも正直、感覚的で申し訳ないんですけど2週間は遅かったという気がするんです。 今回、小出し家としては、5月1日、10日、14日、20、21日、また,今日また多分強化されまたから、えー。なんでそんなふうに徐々にやるんでしょうね、逆だと思うんですけど、普通に考えて普通はね、えー、光の関係からいうと、大きくかぶせて、ね、うん、強い措置を取るっていうのが基本ですよね、はい、ところが全く逆なんですよ。うん あ,あいつの,あの国のこと、あるいは国内でのいろんな影響とかね、うん、いろんなことを考えて、はい、でもそれっていうのは、やっぱり1か月遅いですよね、そそううですねインス株の教訓を経れば、うん、インドであのぐらいの状況になったときに速やかに大きくかぶせないと、うん、やっぱ結果として、日本の支給の方にインド株が入ってきてしまったと、うん、癖がなかったということのことは、また。 前の同じ失敗の繰り返しと言われても、これは仕方ないと思います。そうで,すね、で、それで、国民にはね、その自粛しろと緊急事態宣言をもう、だから。最初は短期でって言ってたものが、一ヶ月以上やるわけですよね。はい。では、今度、仮に、この緊急事態宣言が延長する。であれば。ええ、やはり。あの。 予備費を使った強力な経済対策を同時に、水際もね、うん、強くしなければ、そうですね、うん、国民には行動変異を自粛をしなさいと言いながら、はい、外国人がどんどん入ってくる状況では、うん、これは理解いれないと思います全くその通りですねこれ、水際言えないっていうのは、なんか水際対策してると、今度、オリンピックが遠のくみたいなことって、頭の中にあったりするんですか、これはまた別なのオリンピックの水際はまた別で、別でね、これ,、ね、これま,たまた非常に複雑で、えー、これ大変なんですよ。こう あの選手はアスリートだけでももう、うん、1.5万人でしょ。はい、で、外国のプレスとか。はい あと要人はまた別ですから、うん、外国の要人に言うことを聞かせるって、これまた実は簡単な話じゃなくて、うん、外国プレスの方も結構、自由に支中の取材なんかもしい、ねそ,ね、それをやられたらたまったもんじゃないですね,ねバブルがパンとはじけますよ、本当、関係者とか選手はバブルで結構ちゃんと守りますもんね参加資格を失うことになりますから、ね、うんね、例えば、要人が向こうの首相とか来たときに。はい 大使館の人間を迎えに行きますよ空港に、はい、で大使の車に乗った瞬間にバブルがはじけますから、<ー>大使はワクチン打ってませんから、<ー>若い人が。だからそういうことを考えると、こ、うん、ういう接遇に行く大使館の人間も、ワクチンもやっぱり優先的に打たないと本当はだめなんです。 異常じゃないとダメだと、うん、同じ基準に外交官も今与えまてますから。うんうん、ああ、だから非常に,、ね、に日本人というのは規則通りになんか運用するっていうのはやっぱりあの好きっていうか得意な分野があって。そうですね。ちょっとそれは不公平だというふうにね、うん、上級国民とかよくそんな日がすぐ出てき来てしまいますけども、うん、必要な人には打てばいいと私は思いますよ。すね、あのそういう点で言うと自衛隊の方々は接種してないんですかね。 自衛隊のやっぱ医療関係者を打ってます、そしてまたあの厚生労働省の方からモデルナ、うん、このについては、あの先行接種、健康確認を依頼されてますので、あーなるほど。昨日からあの打ち始めました、特に自衛隊も海外の方に結構、完成訓練、訓練に行きますから、なるほどあと向こうの方と一緒に、あのこの前フランスと一緒に訓練やりましたけれども、ね、フランスの方売ってるんですよ、うん、あ向こうは打ってきてるんですね。うん 自衛隊を打ってないとうこういう状況非常にまずいので今回のそういう健康観察ということを利用しながらも、はい、まああの、はい、数万人ぐらいも打てるような方向で今調整していますなるほどわかりました佐藤佐賀さんからどうもありがとうございましたまたいろいろ教えていただければと思いますありがとうございました、はい えー、自由民主党参議院議員佐藤正久さんと電話をつなぎました、えー、ここだけニューススクープアップでしたこのコーナー含めてポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧くださいポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございました あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK4G、OK! アップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中スタジオで撮影した写真などもアップしています コメンテーターのラインナップ放送した内容の書き起こしインスタグラムや飯田浩二アナウンサーのポッドキャストなど詳しくは番組ホームページでチェックしてくださいそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが「夕刊不死」で毎週火曜日に連載中飯田浩二の「そこまで勇敢」こちらもぜひチェックしてください